というわけで、レッツゴー。はぁ、まあいいでしょう。その代わり、バレたら船長が責任取ってください。大丈夫、バレることは多分ないわ。どこからその地震が来るのか、わかりません。箱にタキシードが入ってたわ。私が解析したデータによると、そのアイテムは紫。つまり価値が高いアイテムです。価値？アイテムの価値は基本4段階に分けられており、白はコモン、緑はアンコモン、青はレア、紫はレジェンダリーとなっています。当然、レア度が高ければ売却時の値段も高くなります。つまり、思わぬお宝ゲットってわけね。そういうことです。何か敵から出たわ。それは、ストレージマターです。ストレージマター、ロッカーや宝箱に入れられるアイテム枠を増やすために使います。ふーん、なんだかわからないけど凄そうね。うわ、すごい敵の数。そいや、もっと。く、冷静に。船長なら大丈夫です。これでおしまいよ。ふう、訓練してたとはいえ、さすがに疲れるわね。このテントで少し休むわ。見事な戦いでした、船長。探索してなかったこっちに行ってみるわ。またお宝があるといいわね。これは何かしら？紫色のようだけど。これは、マニピュレーターモジュール。船長のマターマニピュレーターをアップグレードさせることができるアイテムです。しかし、一個だけでは特に使い道はありません。あら、残念ね。うったりしないでください。よ、了解。何か言いましたか？いいえ。何も、言って、ません。それならいいです。この黄色い石は、金、その通りです。金も大事な資源なので、売らないでください。いやでも、売らないでください。だってほら、売らないでくださいね。わあわかったわ、売らないわ。星から出たら化粧水欲しいのにブツブツ。坑道の中は大体取り尽くしてしまったわ。結構な資源がありましたね。また白い石があるわ、銀です。これも大事な素材です。さあ、一旦地上に戻ろうかしら。あらよいと、坑道の右の方をもう少し探索するわ。こっから先ね、雪が積もっています。どうやらこの惑星には寒い地域もあるようですね。地面が葉っぱでいっぱいだわね。押し固められているのか、土くらいの硬さはあるようです。前に敵発見、なんだか可愛いわね。ハオトを出すのをやめてくれれば、ペットとして飼えそうね。ハオト嫌いなんですか？逆に聞くけれど、虫のハオトが好きな人なんているのかしら。まあ、いないでしょうね。不快に感じる方が大半でしょう。うう？考えるだけで気持ち悪い。早く進みましょう。はぁ、マニピュレーターのおかげで登山できたけれど、なかなかきついわ。何かしらこれ。パク、なんか体の様子がおかしいわ。まったく、未知の惑星の植物をその場で食べるなんて、どんな探索者でもやりませんよ。見て、すごい跳ねるわ。はぁ、まあ毒性がなくてよかったですね。ぽよーん。なんか近代的な建物があるわ。本当ですね。中に入ってみてください。僕の携帯研究室にようこそ。なんかウミウシみたいなのが喋ってきたー。この生物はどうやら友好的なようです。そう、ならよかったわ。この建造物の設備から、この生物は研究者であることがわかりました。もしかすると、船を直す方法を教えてくれるかもしれません。本当？それなら早速話をしてみるわ。どうもこんにちは。どうも。君、プロテクトレートの人だよね。なんでそれを？いやぁ、実はプロテクトレートの船の信号をキャッチしてね。それで、その船がこの星系の太陽に突っ込みそうになってたから、慌ててリモートコントロールでこの惑星の軌道に乗せたんだ。じゃあ、あなたは命の恩人ってことね。感謝してもしきれないわ。いやいや、全然大したことはしてないよ。そんで、船の FTL ドライブが壊れてるんじゃない？そうね。今の宇宙船じゃどこにも行くことができないわ。今の船を動かせば、大惨事になるだろうね。そう。参ったわね。でも、安心して、君の船は直すことができるよ。本当？うん、本当だよ。教えてくれないかしら？もちろん、じゃあ、一歩ずつ始めようか。じゃ、早速始めようか。まず、
君の持ってるそのパーソナルトリコーダーを起動してね。わぁ、なんかいっぱい表示されたわ。その表示された中の一つからリサーチを選択してみて。どれどれ、これね。またなんかいろいろ表示されたわね。その中のジオロジーからかまどのレシピを選択してね。これね、ポチ。これでかまどが作れるようになったわすだよ。早速作ってみるわ。作るには設計図台を作ってね。これね。そんだらかまど作ってみて。できたわ。かまどは主に鉱石の精錬に使うことになるだろうね。でも鉱石の精錬ができないように見えるわ。鉱石の精錬の仕方もまたリサーチする必要があるね。でもそれはまた後で。今度はアグリカルチャーランからサイジステーションを選んでね。ポチ。そしたらサイジステーションを作ればいいのね。そうそう、あったあった。ポチ。そしたら今度は機械加工テーブルをリサーチしてみて。これね。でも素材が足りないみたいだわね。鉄と銅の延べ棒が必要みたいだね。まずはそれをリサーチしよう。さっきリサーチしたかまどのところからさらにリサーチできるわ。こんな感じに何か新しいものを作るときは必ずリサーチをしないといけないんだ。覚えておくわ。それじゃ鉱石を精錬してと。全部延べ棒にして特に問題ないよ。よし、これで機械加工テーブルのリサーチができるわね。ポチ。そしたら設置。次はさっき作った銅の延べ棒から銅線を作ってくれないかな。あったわ、これね。そしたらそのエレクトロマグネットも作って。これで君の船のテレポーターが完全に治ったよ。待って、 FTL ドライブは。そのことなんだけど、ごめん。 FTL ドライブの修理には特殊な素材が必要なんだけど。今は持ってないってことね。うん、でもまだ策はあるかも。実はこの惑星の地表にある洞窟から人工的な信号が発信されているんだ。その洞窟はこのエンシェントデバイスを持ってれば入ることができるはずだよ。そこに行けば誰かまた他の人に会えるかしら。正直言ってわからないけど、その洞窟に何かあるのは確かだよ。わかったわ、とにかく行ってみるしかないわね。サリー、洞窟の場所はわかるかしら。スキャンしてみます。どうやらこの廃屋の向こう側にあるようです。そう、ありがとうね。いや船長、ウミウシさんと会話しすぎですよ。少し寂しかったです。え、あ、ごめん、悪かったわ。いえ大丈夫です。私の存在を忘れてないのなら。忘れるだなんて、そんなことあるはずないわ。そうですか、安心しました。にしても荒れてるわねー。ところどころ板材も腐っているところを見るに、とても長い間放置されているのでしょう。さあ、洞窟を目指すわよ。あ、すっかり夜ね。でも、洞窟はあったわ。確かに、あのウミウシさんの言った通り、不明な信号がこの洞窟から出ているようです。ここに何か私たちの助けになるものがありますように。